下がる。ゆっくり焦らして、もうちょっと早くてもいいんじゃないの。その一言はさよならさ、それは言い過ぎ。なんだよ、その先には明日がない。もう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 、それを言うな、お前が言うな。言えたらギリじゃない、そこは触れるな、そこはやめとけ。禁句ってもんがある、偉そうに話すけど愛のかけらもないぜ。涙の一つも流せないのかい。その場合しのぎの詭弁ばかり、いつも辟易してるぜ。ウォー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 ウォでも、そういう言い方はないでしょう。錆びついた心じゃ何にも感じないぜ。頭がいい有識者と言われる人たちが口を揃えて言っている。騙されてはいけませんと、ずっと世間に広がる知識人たちの反論、ルールなき戦いに寝ぼけた僕は風に吹かれている。回りくどい小さな文字の羅列の反乱、ねじ曲げられた本質、作られてゆく現実。左も横もわからないけど、なんとなくわかるのは上と下、正直差は無関係。
された目的。